モデルチェンジは工業製品全般に用いられる言葉であるが、本校では自動車に限定してこの語を定義する。自動車がそのペットネームを保ったまま新型に移行することを指す。モデルチェンジにはフルモデルチェンジとマイナーモデルチェンジがある。ゼネラルモーターズの副社長、社長を務めたアルフレッドスローンが1920年代に考案したシステムである。当時シェアで フォードの T 型フォードに負けていた GM は巻き返しを図るべくデザインを変えた新しいタイプの車を登場させることで消費者が乗っている車を人為的に流行を遅れにし新しい車への購買意欲をかきたてることに成功した計画的陳腐化と呼ばれる手法でこれが自動車ビジネスにおけるモデルチェンジの確率である 一方のフォードは1930年代まで T 型のモデルチェンジを拒み続け、この間アメリカ国内における両者のシェアは逆転することになった。またこのモデルチェンジの考え方は自動車以外の様々な工業製品にも波及していくことになる。2010年代の日産自動車はモデルチェンジのサイクルを延長し、北米市場を中心に、 隔離多売の戦術を取り営業利益を伸ばすことに成功した。しかし、新車効果がないままインセンティブをつけて販売する手法は2016年度以降にピークアウトし極端な業績不振に陥った。このため2020年代にはモデルチェンジのサイクルの見直し着手に余儀なくされた。フルモデルチェンジの例5代目鈴木エブリーと4代目、鈴木エブリー現行型から磁器型へと 完全な新型車として開発されるモデルチェンジのことを指す FMC と略記される。新聞においては全面改良と表記される場合もある。またメーカーによって表現が異なる場合がある。日本においては2010年代以降の場合、新型車以降後は主におよそ5年から7年のサイクルでこれが繰り返される傾向が強い。一方で海外や 商用車の場合7年から8年サイクルが主流である。ただ、日本車でも、日産、マーチのように、モデルライフの長いヨーロッパに合わせた車は、少ないながらも存在する。また、生産計画の都合により、例外的に短期間でフルモデルチェンジする場合もある。軽自動車において、企画変更が生じたり、姉妹車や OEM 車において、元車種が、 フルモデルチェンジした場合にこの傾向が見られる。かつては、販売実績が良くなければ、再出発を図る名目で短期間で、フルモデルチェンジしたケースも見られた。基本的に、内外装の衣装、車内の設備は一新される。ただしエンジン、ドライブトレイを含むシャーシの新規開発には、人、物、時間などのリソースが膨大となり、コスト負担も大きくなり、販売価格にも影響を及ぼす。 そのため、特殊なモデルを除き、数年代にわたっての既存のシャーシの流用や別車種のプラットフォームを流用することが通例となっている。例外的にアッパーボディをキャリーオーバーした事実上のビッグマイナーチェンジといえるような変更でも、フルモデルチェンジとしてメーカーから公式発表されることがある。フルモデルチェンジ後も仙台車両の製造が継続される場合がある。 同一車種として併売された例としては、トヨタターセル、コルサ、及びトヨタカローラ、トヨタクラウン、トヨタマーク2、鈴木カルタス、鈴木スイフト、別個の車種として併売された例としては6.7代目の、三菱、ランサー、ホードテルスター、松田カペラ、5代目カペラ、1994年のテルスターに、 六代目カペラ登場以降は、翌1995年まで3世代もの車種が、併売されていたの例がある。また、日産、スカイラインの場合は一例として1993年8月に、R32 型から R33 型へ、フルモデルチェンジされたが、GT-R は、R32 型のまま1995年1月まで、販売された。開発費、焼却、 生産台数、販売価格などの理由から、乗用車のバリエーションで、ワゴン、バン、ピックアップトラックなどに多く見られる。1990年代に、タクシー用途向きに開発された車種が登場するまでは、セダン型乗用車において規格に制約があり、FR の需要が根強いタクシー仕様においても、併売されていた。計画的陳腐化にのっとり、スキン、 すなわち表面上の変更の域を大きく出ない。モデルチェンジ。車両形式は新世代となっても、スタイルの変更以外は先代そのままか、あるいは小変更にとどまる場合に用いられる用語で、マイナスイメージの含みがある。マイナーチェンジの例、E25 型日産。キャラバン前期型と後期型ある車種が、フルモデルチェンジを行うまでの、ライフサイクル期間内に行われる。 小規模な仕様変更を指す。通常、当該モデルが競合他社の車との競争力を維持することを目的として行われる技術的な施策の一つ。他には、マーケティングやセールスにおける施策がある。また、法律や行政による規制への技術的対応のためや、不具合の解消のために行われる場合もある。MMC、MC と略記される場合が多い。新聞。 メーカーにおいては一部改良と表記される場合もある。また、自動車メーカーによっては、マイナーチェンジと一部改良を使い分けている場合もある。例として、トヨタ車の場合、マイナーチェンジは、異常変更が行われる場合、一部改良は、技術的な改良が行われる場合に使われる。通常、フルモデルチェンジの中間期に行われることが多く、 しばしばそれ以前を前期型、それ以降のものを後期型と呼称する。またメーカーによっては定期的に小変更を加えていく手法をとっているところもある。年次改良と呼んで1年ごとに行われることが多く、この手法で変更された同一車種の区別はイヤーモデルと称される。これはライフサイクルが長い欧米の車種において従来からよく行われている手法である。 日本国内においては、スワルが、レガシー、フォレスター、インプレッサなどにおいてこの手法を取っていることで知られる。開発コストの高騰や、コンピュータ技術の導入に伴う、基本設計の精度充実に伴い、日本でも近年は、モデルサイクルが伸びる傾向にあり、マイナーチェンジを複数回行う車種も増加している。ただし、これらの法則に当てはまらない車種も存在する。 変更箇所は外観ではライト類やバンパー、フロントグリルなど樹脂パーツやアルミホイールなどの衣装変更、内装ではシートの素材、ステアリングホイールやメーターデザインなどの変更、さらにカーナビゲーションなどの機能装備のアップデート、人気オプション装備の標準化、サスペンションのセッティング変更、静粛性の向上などが行われる。しかしながら、 不人気車種であったり新技術の導入が図られたりする場合には稀にボディパネル、インパネ、駆動系にも及ぶ変更が行われることもあるなど、このような場合、一見別車種と思えるほどの変更を受けるため、ビッグマイナーという矛盾した故障を用いられることがある。カーナビゲーション技術の高機能化や低価格化に伴う内装の変更など、多くの車種に影響するコンポーネントや、 生裁工程の変更の場合、重複を避け全体のコストを低減するため、メーカーは自社の生産する多くの車種に対して、マイナーチェンジを一斉に行うことがある。また、近年はエンジンやトランスミッションの制御変更により、燃費性能を向上させることも多い。フェイスリフト前後の例、RDK、ヒュンダイクーペ。この車種の場合、顔面だけでなく、 後部も大規模な変更を受けており、後期型が2代目とされることもある。米国で用いられるフェイスリフトには、廊下によってたるんだ顔を持ち上げる、美容整形の意味があり、自動車の場合、モデルライフ中盤に手こ入れとして、主に外観を主体とした変更をする際に用いられる、用語である、ミッドジェネレーショナルリフレッシュや、MID、モデルサイクルリフレッシュなどとも呼ぶ、紹介量や、 車種の追加、整理などが行われることもあるが、あくまでも見栄えの向上が主眼であり、機械的な内容にはあまり進化が見られない場合が多い。日本でも外観の変更が伴うマイナーチェンジに用いられる。また変わった例では、販売車種数の拡大に用いられる。この例としては、トヨタコロナクーペ、およびその事実上の後継にあたるトヨタカレンがある。この場合、北米では、 セリカとして扱われた車両をベースに顔面のみを変更することで日本ではセリカとは別個の車種として設定されていた。また現地の法規制や需要の際が背景となり、試行地別に全く異なる顔面やテール周りが用意されることも珍しくないフェイスリフトが行われるモデルライフ中盤には次世代型のスタイリングがすでに固まっている場合が多く、 現行者にその意匠を一足先に取り入れ、モデルチェンジの際の販売台数と中古車価格の段落値を防ぐ役割も担っている。1960年代以降の日本や北米では、フルモデルチェンジで、プラットフォームや車格が変更され、車両形式継承されない場合でも、営業上の都合から、旧来からの社名を引き継ぐことが通例となっている。しかしそれとは逆に、 歴代型や現行型にネガティブなイメージがある場合や、新型でユーザー層を大きく変えたい場合、車両としては通常のフルモデルチェンジでありながら全く新しいペットネームが与えられる場合がある。その場合は車両形式も旧型の系列を引き継いでおり、基本的なコンポーネントの多くも流用されている。また、イタリアやフランスのメーカーでは、 モデルチェンジごとにペットネームを変更するのが通例だった時代があり、例を挙げると、フィアット600、850、127、ウーのフィアットプントや、アルファロメオジュリエッタ75 15、155、156、159、ルノー14、11、19、メガールなどはフルモデルチェンジごとに社名を変更していたが、2000年代に入ったあたりから、 同じ社名を継続することが多くなってきたたトヨタ自動車のカリーナからアリオンへのモデルチェンジは生産設備や機関部品の変更を最小限に抑えながらブランド力の低下を打破し若年層の取り込みによる販売台数の増加を狙ったものとされる。他にも似たようなケースは多くあるが、1990年代以降、各メーカーが長く、 主力としてきた伝統ある車種でこのようなケースが目立っている。また別車種であることを消費者に認識させるためにメーカー自身が先代車種の後継者であることを否定するためにもこの手法が用いられる。この場合、後継者というより絶版車種の穴埋めとして発売されたものという意味合いもある。トヨタ自動車のアイシスとガイアの関係では販売形態からメディアなどでは 後継者として扱われるアイシスも実際には新規に開発された車種であるトヨタセリカ XX からスープラグランドハイエースからアルファードなど逆に同一車両であるにもかかわらず市場ごとに別の名前が付けられる場合もある近年日本国内で販売された日本車としては三菱ランサーのケースがある世界的にはすべてのモデルが基本的に ランサーの名称で販売されるにもかかわらず、日本市場では、ホットモデルのランエーボー除き上級車種ギャランの名を、冠したギャランフォルティスの名称で販売されている。さらには、日産 AD の OEM 供給を受けた、ライト版にランサーカーゴの名称を付ける事態まで、起こっている。大衆セガンについては、ギャランフォルティスの登場後しばらく併売されていた6代目が、生産終了となり、 日本においては、そのネーミングを受け継ぐモデルこそあるものの、大衆セダンとしてのランサーの歴史にはピリオドが打たれた。日産がアメリカで陥った販売不振の深刻度剥離多売で拡大した、ゴーン時代の付けは重い。東洋経済オンライン。2020年4月15日閲覧。日産 CEO。最大の課題は、謝礼の長さ。オートカー。2020年4月15日閲覧。例。 日産、クルー、トヨタコンフォート、クラウンコンフォート等詳細は、日本のタクシー車両を参照トヨタよくいただく、お問い合わせ、ありがとうございます。